こんばんは、作家の高橋源一郎です。僕の両親は共に76歳で亡くなりました。僕は今年で70歳。彼らが亡くなった年が近づくにつれて、なぜか老いた姿ではなく若い姿を思い出すようになりました。母が宝塚に憧れ、三船敏郎を生んだ東宝の戦後第一期ニューフェイスに合格したことは以前お話ししました。母は女優になりたかったのです。そんな母の目に夫や子供はどんな風に映っていたのでしょうか。母はよく泣く人でした。何かあると子供のように泣きじゃくる。小さい頃から泣くのは子供だと思っていた僕は、泣きじゃくる母を見るといつも不思議な気持ちがしました。けれど今ならわかります。泣いている時母は無垢だった子供の頃に戻っていたのです。本当は自分の母の胸に抱かれて泣きたかったのに、それは不可能だった。だから泣き終わるとケロリと元に戻りました。いえ、多分母として、妻としての役割に戻ったのです。母親も妻も彼女にとって演じる役割に過ぎなかったのかもしれません。いつも何かでなければならなかった。その理由は母にもわからなかったでしょう。一度 NHK の番組で母の晩年、一緒にふるさとの尾道を訪ねたことがあります。最初は消極的だった母はいつの間にかカメラに慣れ、おしゃべりになりました。スタッフも僕より母の方が面白いことに気づき、カメラはもっぱら母を追うようになりました。そして番組のラストのために尾道千光寺山の頂上で感想を語るシーンがありました。母親はいきなり戦争中に別れた婚約者についての告白を始めたのです。遂げられなかった恋愛の物語を喋り終わると、満足したように母はにっこりと笑いました。本当は、そんなことがやりたかったんだよね、ママ。先に亡くなった父は若い頃画家を志して果たせず、実業の道に進みましたが、最晩年にはいつもベレー帽をかぶっていました。そのベレー帽は父の棺に入れました。それもまた父がなりたかったものを象徴していたのでしょう。子供たちのために父であり母であろうとしてくれた。不器用にその役割を演じてくれた親たち。彼らの姿を思い浮かべると、なぜか自分の子供のように感じられるのです。それでは夜開く学校、飛び教室、始めましょう。はい、改めましてこんばんは、高橋源一郎です。こんばんは、 NHK アナウンサーの小野文恵です。高橋源一郎の飛ぶ教室、開講です。はい、開講です。そうか、親という役は演じるものなんですかね。うん、で多分そういう意識はなかったと思うんですよね。みんなやってましたからね。でもなんかね、ちょっと違和感はあったんじゃないかと思うんですよね。やっぱり今よりも規制厳しいでしょ。親らしくしなさいみたいなのは。まあ、今でもきっと親の役を頑張って演じている人もいらっしゃるかもしれないですね。そう考えると、なんか今見るとすごい子供っぽく頑張ってたなっていう風に見えちゃうんだよね。ああ、ちょっと愛おしいような、うん、そんな不思議な気がします。岩手県のラジオネーム数字の5さんから、数字の5こんなメッセージをいただきました。、はい、50代の女性です。はい、夫は今までの人生で一度も自発的に小説を読んだことがありませんでした。おお。諦めていましたが、うん、あまりに心を動かされた小説があり、うん、どうしても共有したくなり、うん、子供にするように読み聞かせをしたところ儲けた気分と大いに喜んでくれました。はい、夫と短編小説について語り合い、お互いの感じ方の違いを楽しみました。結婚30年目になろうとする今、こんなに楽しい娯楽があることに気づくとは。すごいですね。何を読んだんですかね。知りたいですね。知りたいですね。この小説のタイトルを書いてください。絶対僕じゃないですね。わかりませんよ。岡山県のラジオネームムームーさん、はい、53歳の女性からはこんなメッセージです。
毎週金曜日は夜9時に職場を出て車に乗り込み、はい、飛ぶ教室を聞きながら家に帰るというルーティーンを楽しんでいます。ありがとうございます。さて今日は、うん、私の家にずっと積ん読状態になっている本が、うん、秘密の本棚で紹介されるとのこと。あ、もしかするとあれですね。はい、次女の物語ですね。はいはいはい、積ん読だったんですね。後半の人生相談もすごく楽しみにしています。はい、じゃあ楽しみ。じゃあそろそろ今夜の授業を始めましょう。ごめん。さあ一コマ目は秘密の本棚です。積ん読だったそうですね、はい、今日の本はマーガレット・アットウッド著、斉藤英治役、次女の物語です。著者のマーガレット・アットウッドさんは1939年カナダ生まれ、はい、ということは今年で82歳。あ、若い、頑張るね。1970年代にフェミニズム文学の旗手として注目され、うん、ブッカー賞、アーサー・シー・クラーク賞、フランツ・カフカ賞など、うん、数々の文学賞を受賞、うん、小説だけでなく詩や評論、児童書まで幅広い作品を発表している作家です、うん、まあ大作家なんですけど、はい、で特にこの次女の物語は大変有名で、発表されたのは1985年ですか、もう35年前なんですけども、はい、もうその頃からすごく評判も高かったんですが、あのトランプ大統領が再選された時にまたベストセラーになった、はい、でトランプ大統領は、まあ、あの今年で辞めちゃったんですけど、4年前にそのトランプ大統領が、大統領になった時にあの実は、1984ですね、ジョージ・オーウェルの、はい、あの小説もベストセラーに、ですからどっちもディストピア小説と言われる、未来はこんなとんでもないことになるよっていうのが、はい、ベストセラーになったっていうことで、まあそういう意味でまた読まれたっていうことですね。でこれ、ドラマ化されてなんかエミー賞取ったそうですね。2017年にドラマ化されてますね、はい、ということでこれは大変な大作でしてね、文庫本で561ページほどあるという。はい、ちょっと最初読みにくかったです、私も実は。どうでした、感想は。あ、面白かったです。途中から一気に読み進んで、うん、特にディストピアになっていくところのプロセスがギクッとして、はい、なんかちょっとずつ自分には関係ないやと思って、うん、ほったらかしてたら、どんどん世の中悪くなっていくあたりがですね、怖かったです。はい、まあ、これは、まず、あらすじを説明させてください。はい、今まで、まあ、この秘密の本棚では、引用を結構たくさんしながら、特に言葉っていうふうに、お知らせしてたと思うんですけども、やっぱりね、小説、特に物語性が強い小説なので、ちょっとお話をしないと分かりにくいと思いますので、ちょっとお話をします。で、さっき言いましたように、ディストピア。小説です。で、近未来のアメリカが舞台になっています。はい、で、まあ、なぜトランプさんの時にこう読まれたかっていうと、まあ、ちょっと似た状況を想定してるっていうことですね。で、どういうことかっていうと、近未来のアメリカで、キリスト教原理主義の政権が成立します。はい、で、その結果、まあ、人々が、まあ、過酷なキリスト教原理主義のルールによって支配されていくんですが、この小説のやっぱり特徴は、女性が特に、はい、まあ、そういうルールの制限のもとに置かれている。もちろん男性も、厳しいルールの上で置かれて、いろいろ処刑されたりあるんですが、やっぱ特に女性にフォーカスされています。で、このタイトルになっている次女の物語、これ次女ですね。で、これはまあ、いわゆる次女ではなくて、はい、この国における次女という、はい、長女次女の次女じゃないですよ。はい、侍に女とか。はい。で、これはどういう制度かっていうと、まず前提として、まあ、いろんな社会的な、環境の変化によって子供が生まれにくくなっているんですね。で、要するに、そのために女性は子供を産むための機械。つまり子供が産める女性が価値があって、まあ、そうでない女性は、まあ、不完全女性とかって言われて、まあ、子供産めない女性はなんかコロニーみたいなところに追いやられるというような、まあ、そういう、まあね、そういうことを言ってた人も日本でもいましたけどね。まあ女性は子供を産む機械だ、みたいな。で、これが困ったことに、聖書によって理論付けられているっていうのが、この小説の怖いところで。
で、侍女というのはどういう制度かというと、司令官という、この国の、まあ、トップの人たちの、子供を産むための道具。奥さんは別に。別にいるんです。で、それが主人公、侍女の一人ということです。で、この主人公が、これまた、名前がですね、オブフレッド。このオブフレッドっていうのは、フレッドさんのオブですね。フレッドという人のもの、オブですね。所有ということで。だもともと自分の名前があったのに、今は名前を奪われて、オブフレッドになっていると。で、ですから、その、オブなんとか、だから、侍女はみんなオブなんとかっていう、誰かのものっていうことになる。だから、これは、所有されてしまうっていうことで、名前も奪われるということなんですね。で、これ、最初の方に、ものすごく印象的な、エピソードがあってですね、はい、これどういうのかっていうと、ある日、要するに、キリスト教原理主義政権ができて、最初の方にやったことが、ある日突然、カードが使えなくなるんだよね、彼女の。女性の。女性の。ええ。つまり、女性だけ、で、これ、どうなったかっていうと、その、夫が使えるようになる。だから、夫は、反対してくれないんですよね。そうなんですよね。ここはちょっと私もギクッとしたとこでした。女性は、財産がいらないだろうって、これが、この、キリスト原理主義政府最初にやったこと。これ、覚えてますかね、バージニアルフを読みましたよね。はい、あの時、バージニアウルフが何言ったかっていうと、女性が仕事とお金がなければ自立できない。ああ、そうだ。言ってたでしょ？言ってました。バージニアウルフが。はい。あのことをちょっと、多分、これもね、マーガレット・アトウッドは読んでたと思います、あの話をね。だから女性から私有財産を奪う。で、一つ一つ奪っていくと。で、名前を奪う、権利を奪う、生きる希望を奪っていくっていう段なんですね。でも、で、結局、そういう中に追い込まれていってですね、どうなって、子供が、まあ、司令官と、子供を作るためだけのセックスをするんですけど、それでも子供ができなかったら、要するに、役に立たない女ということで、彼女も始末されていく。だからそういう意味ではものすごく危険な状態にあるんですね。それで、医者とかから、じゃあ、まあ、自分とセックスして、もし誰の子供か分かんないから知ってあげようかっていうような誘惑もあるっていう中で、彼女がどうやって生きていくかと。で、こういうディストピアものにあるように、必ずそういう世界で、抵抗組織があって、はい、そういうところからも接触があると。でも、実はこれ面白いのは、その主人公のオブ・フレッド。元の名前が分からない人。ええ、彼女は元々は、普通の、要するにフェミニストでもなければ、まあ、ある意味、普通よりも、まあ、社会に馴染んでた、要するに強い女の人ではなかったんですよね。それが、そういう過酷な環境に置かれて、まあ、ある意味、どうやって生きていくかという物語です。で、一つ面白いのは、これ、お母さんが出てくるんですよ。はい。彼女のお母さんは、フェミニストの運動家だったんだよね。主人公である侍女になった女性のお母さんは。そうそう。で、昔はお母さん何やってか分かんないとか思ったんだけど、今やってみると、お母さん意味分かるわって。いうところも、なかなかいろいろ考えさせます。で、これは、この侍女になったオブフレッドさんが、秘密のうちに、まあ、モノローグで、こういう物語、こういう中に置かれていますよっていうことを、まあ、告白している話なんですけども、はい、ちょっと、こういう一部読んでみましょう、はい、こういう文章です。これは脚色した物語だ。一つ残らず過去を脚色したものだ。私は今シングルベッドに伝わって頭の中出来事を再構成しているのだ。何を言うべきで何を言うべきでなかったか、何をすべきで何をすべきではなかったか、どのように振る舞うべきだったか、あれこれ考えながら、万が一ここから脱出できたら、いや、万が一などと思うのは予想。私はここから出るつもりでいる。こんなことが永遠に続くはずはない。以前の過酷な時代にも人々はそのように考えた。そして彼らはいつも正しかった。彼らは何らかの形で脱出することができた。このようなことは永遠には続かなかったのだ。彼らの人生の最後まで続いたにしても。ともかくここから脱出して口捨てでもいいから、どんな形であれ、このことを人に伝えることができたなら、それは事実を脚色したものになるだろう。しかも、さらに真実からかけ離れたものになるだろう。
物事をあるがままに話すことはできない。事実は決して正確には言えないものだからだ。あまりにの多くの断片や局面や例外やニュアンスがあって、必ず何かを省略しなければならない。多様に解釈できる身振りや完璧には描写できない状態も軸にたくさんあるというふうに。で、ちょっとこの後の方にこういう文章もあります。もしかしたら、はい、このまま物語は支配とは関係がないかもしれない。誰が誰を所有していて、誰が誰に、殺人も含めて何をできて、それでも罪を免れるかという話ではないかもしれない。誰が座ってもよく、誰がひざまずき、立ち、両足を広げて横たわらなければならないかという話ではないかもしれない。もしかしたら、これは誰が誰に何をできて、それでも許されるという話なのかもしれない。結局同じことではないかと言わないでほしいという文章。これね、この後にね、実は一行飛んで、キスをしてほしいと司令官は言ったという文章なんです。これね、実は何かと言いますと、これはこの小説のまた面白い、小説らしい面白さなんですけど、はい、司令官とは、まあ、要するに子供を継ぐだけのセックスするだけで、何も感じないし、顔も見ないし、キスもしないんですけど、実は司令官は司令官で、寂しさを抱えてるわけですよね。ああ、だからキスをしてほしい。で、結局この次女は本当はそういう関係しか結べないはずなのに、司令官の部屋に招待されて子供っぽいゲームをしたり雑誌を読ませてくれる。この時代には雑誌も一切見られなくなってるし、本も読まれないですね。で、この次女が最初に司令官から読ませてもらう雑誌は防具っていうのが。ファッション雑誌の。はい。で、ね、僕ここね、ここのとこかな、ちょっと忘れちゃったんですが、あ、これね、雑誌を読んだところでこういう感想が、これ結構好きなんですよ。はい、昔ならつまんないと思った、はい。ただのファッション誌。でも今なら思い出せる。そこに書かれていたのは希望だったのだ。雑誌は変化を扱っていた。向き合わせておいた2枚の鏡に映る、次々と果てしなく並ぶ同じ像のように。可能性がどこまでも続くことをほのめかしていた。一つの冒険から次の冒険へ、一つのファッションから次のファッションへ、一つの改良から次の改良へ、一人の男から次の男へ、次々と変えることを提案していた。それら若返りを、痛みを克服して乗り越えることを、永遠の愛を呼びかけていた。それらの雑誌の本当の希望は、不死の夢だったのだ。失って初めて、その頃はね、いや、ただのファッション誌と思ってたけど、うん、今思ったら、繰り返し新しいものにトライして、新しいものにしていきましょうよっていう希望を投げかけてきたんだっていうことを失ってから分かったっていう。ね、ただの雑誌なのにっていう。はい、そうですね。で、まあ、こういうことを含めて、はい、最終的にですね、この小説自体の最後は、オープンエンディング、ちょっとはっきり分かんないんですよ。で、誰かが、彼女を連れにやってきた。一応、どっかから、まあ、その、彼女の罪が漏れて、連行されていくらしいんだけど、でもしかしたらこれは、その、秘密組織が救いに来たのかもしれないと、うん、どちらでも、読めるようなオープンエンディングになって、彼女は、どこか、明るいところか、もしくは暗いところへ向かって、旅立っていくところで終わってるんですが、これ実は、最近、この続編の青眼っていうのが、はい、出ました、これも面白いね。これは言いませんけど、やっぱり続きを待ってたってことですね、みんな世界中の読者、35年も待ってた人がいるかもしれないんですよね、うん、彼女はどこに逃げたのか、希望のところに行ったのか、それとも絶望の節で行ったのかってみんな見たかったんですね。で、それについてはここでは言いませんが、はい、私も読んじゃいましたけど黙ってます。で、この次女の物語、さっき言ったように話としてはそういう過酷な、世界の中に追い込まれた、女性が希望を失わずに、はい、でやっぱいいのはやっぱりもともとすごい強い女性だったんじゃなくて、普通に結婚してて子供がいて、でそのパートナーも子供を奪われて絶望の淵にあった、まあ普通の女性がやっぱり生きていこうと思うっていう力強さを身につけていく物語ですね。で、やっぱり、さっきディストピア小説という話をしました。はい、これはまあ、トランプ政権ができて、まあ、一種の宗教原理主義なところもあったでしょ。
で、だからこういう時代だからというふうに読まれたんですが、ディストピア小説で1984とか、はい、ジョージ・オーウェル、はい、それからレイ・ブラッドベリーの華氏451度とか、ダメ八の我らとかたくさんあるんですけど、はい、その中でもやっぱりアットウッドの次女の物語がここで読まれたっていうのはやっぱりね、男性作家とね視点が違うっていうことですよ。やっぱりもちろんそのディストピアもの小説はみんなよく書かれてて、ええ、女性もちゃんと出てくるんです。オーウェルも出してるし、ブラッドベリーも出して、きちんとした役割をその小説の中にはあるんですが、どっか読んでると今のディストピアはどっかおかしいと。この要するに過去にあんな素晴らしい時代があったのに、どうしてこんなディストピアになっちゃったんだという思いが、はい、でもね、アットウッドを読んでると、いやいや、すでに女性にとっては現状そもそもディストピアでしょうっていう、あ、そういうところはありますよね。つまりオブフレットっていうけど、別姓が認められないこの社会から、そう、あれオブフレットじゃないですかっていうふうに言ってみると、男性よりも女性の方がこの社会のディストピア性には気がつくってことですよ。これがやっぱりその女性が書いている、はい、ディストピアものっていうのはいくつもあるんですけど、やっぱり一歩先に一歩深く、はい、一歩男性作家気がつかないとこを書いている、これはね認めざるを得ないですね。なるほど。でしかもやっぱり同時にこのアットウッドの小説もありますけど、だからといってこれ男性が、女性に対して勝ち起こってなくて、男性もまたこの世界の中では要するに非常に寂しいところに置かれているっていう、解放は同時に来るっていうことは示唆していると思います。まあ本当に今読むといろんな意味で、はい、特に今ですね、しみるのではないかと思います。秘密の本棚、今日はマーガレット・アトウッド著、斉藤英治役、次女の物語から引用させていただきました。ではここで一曲お送りしましょう。はい、最近ハマっています、はい、藤井風で帰ろう。あなたは夕日に溶けて、私は夜明けに消えて、もう二度と交わらないのなら、それが運命だね。あなたは明かり灯して、私は光求めて、怖くはない、失うものなどない、最初から何も持ってない。それじゃそれじゃまたね少年の瞳は汚れ、星の鐘は鳴り響けど、もう聞こえない。それじゃそれじゃまるで全部終わったみたいだね。お間違い先は長い、忘れないから、全て忘れて帰ろう、あ、全て流して帰ろう、あの傷はうつけど、この皮消えねど、もうどうでもいいの、吹き飛ばそう、爽やかな風と帰ろう、優しく降る雨と帰ろう、憎み合いの果てに何が生まれるの、私私が先に忘れよさ。源一郎さん、二コマ目です。はい。今日の先生は、もちろん、詩人の伊藤博美さんです。もしもし。どうもどうも、こんばんは。こんばんは。ねえねえ、伊藤さん。はい。この前、地元のラジオ番組で人生相談してたんだよね。
いや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 、これほら、1問か2問か3問か数度ぐらいしか答えられなくて、この番組ですか、欲求不満になったら、そうそうそう、フレストレーションがたまって1時間も丸々人生相談でやったんです。あ、じゃあもう、じゃあフラストレーションは解放されたの？もう2問ぐらいでいい。いやいや、そんなこと言わないでくださいよ。伊藤さんを待ってる人も多いので、まあ今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、ということで、マーガレット・アトウッド侍女の物語を紹介しましたが、いかがでしたか。はい、私これ実は先生、はい、先生、いや、宿題やってないんです、うん、読めなかったの、すっごい辛くて、辛いな。それで思わず最後にね、うん、数日前にフールに入って、うん、でドラマを爆見しました。そうしたら、うん、いやー、えげつない、えげつない、えげつない、すごい辛くて、うん、辛いよね、で読めるようになって読んだんですけど、うん、ドラマ見ておかげでね、はい、そう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 、だってほら源氏読むんだって、まず最初に朝木夢虫読むじゃないですか、ね、いやいや、そう普通じゃないし。でね、うん、いやー、なんかこれ日本じゃん、あー、やっぱね、そのね、オブフレッドっていうのも、うん、そうほら、あ、こういうディスペディスなんていうの、ディストピア、うん、ディストピア、ね、だって言うけれども、うん、私前に日本人の男と結婚してね、うん、でそこらでお母さんとかおばちゃんとかやってたんだけど、大抵日産、あ、日産っていうんだけど、前の夫が日産家の奥さんだったのね、あ、おぶに、おぶにしね、で彼女、うん、娘が彼女でしょ、うん、で彼女ちゃん家のおばちゃんだったのって、そうだね、あ、それ、何なんだろうと思って、うん、名前がないわけですよ、うん、名前がないよね。であとね、すごい感動したのが、うん、産婦人科のカーテンなんですよね、カーテンでこう囲まれて、うん、その医者は自分の体しか見ないっていうシーンがあったじゃない、うんうん、あ、 ありましたね。で、ね、あれドラマでもあったんですよね、うん、でね、私ね、もう日本で産婦人科行ったの何十年前だか忘れちゃったんですけどね、うん、その後知らない、うん、だけどあの頃って今はどうなんだろう、やっぱりカーテンの向こうに医者がいて、うん、私たちの顔は見ないんですよ。アメリカは違うの？アメリカは、ね、違うの。部屋の中に先生は白衣も着ずにいて、うんうん、あ、こんにちはって握手して、うん、久しぶりとか言っていて、うん、そう、バジャーナの調子はどうみたいなこと言われて、あ、すごくいいですよみたいなこと言って、で、じゃあやりましょうねって言って、その私が寝ると先生が内診するの、うん、あー、カーテンないわけね、まあ、ない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 。でね、でそれで、あ、ずいぶんこれはいいもんだなと思ってね、うん、自分を人間として扱ってるんだなと思ったの、うん、現代の日本は多分カーテンありが普通だと思います。今でもね、まだありますか、うん、ありますあります、うん、でやっぱりか、だから、ね、要するにそれはもう体の存在ってことだよね、そうそうそう、肉体ってことですよね、うん、だからほら、一旦向こうに行っちゃうとさ、うん、どうしても向こう風な考えと文化習慣に使ってくるじゃないですか。うん、そうするとね、日本に帰ってくると、やっぱり、うん、あ、そうなんだな、昔は物として扱われてたんだなと思って。うん、だから、アメリカ的にはこの話っておそらくピューリタンの時代に戻るみたいな感じなんですよ。うん、あ、そうですよね。だからアメリカ人が読んだらね、うん、身に覚えがあるわけ。でもそれは千 いつ頃1800年ヒモンジのほら、ね、小説とかあったじゃない、うんうん、なんだっけ、ナサニエル、なんだっけ、ホーソンね、ホーソンね、ホーソンね、うん、あんな感じでしょ、うん、そうそうそう、あの時代の感じがしますよね、うん、で日本人にとってはつい20年前みたいな感じ、あるいは今、なるほどね、だから、うん、さっき言ったディストピアって、はい、近未来に来るどっかのおかしな世界じゃなくて、今まさにこことかね、そう、うん、これがちょっとやっぱすごい、はい、すごいところだと思います。ツイートでも、うん、今はディストピアよとおっしゃってる方結構ありますね。そうそうそう、今ですよ、今ですよね。ほら、キムジヨンの時だって、うん、あ、やりましたね、82年前の隣の国、うん、そうそう、隣の国っていうふうに思うから、うん、私たち買って読めちゃうわけよね、うん、でもあれはっきり言って私の話だもんね。そうですね、読んでみるともうぐさぐさと、うん、そうそう、だからね、だから僕さっき言ったそのオブフレッドって、僕あの保育園ずっと行ったからさ、僕もレンちゃんパパとかね、あ、で僕はでもやっぱりね、変だったもん、うん、でもそれが当たり前になってるのは、そのみんな名前あるでしょっていうのが、それは多分好意で子供中心にやってると思うんだけど、でもどっかにそういう、まあ家だよね、例えばなんとか家のなんとかさんなんですよ、まず、うんうん、個人より先にそのオブのなんとかがつくわけだよね。そう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 、うん、
だからまあそれはやっぱりあのこの小説、うん、まずそこに名前がないって、でも名前を失うっていうことは実は全てを失うっていうことだっていうのは、うんうん、これまあ、要するに、ある国がある国を占領して名前を変えちゃったりね。個人、そうそうありましたよね。個人名を、その言葉を、だから言葉を奪う、名前を奪うっていうのが、実は一番大きい、その、奪われることで、お金や権力を奪われるよりも、名前や言葉だよね。うん、でもお金も、まあね、そうお金、でもお金この話出てくるの最初に、今の女たちが、うん、あのやっぱり私は手に職持てとか思うのね、うん、なぜかというと離婚したくなった時にできないじゃない、そういうことなんで、それは学生にも言ってるし、うちの娘たちにも、という離婚したくなったらできないからって言ってるんだけど、うんうんうん、まあ自立するためには経済的基盤絶対必要ですもんね。伊藤さん、こんなお便りが届いています、はい、山口県のラジオネーム瀬戸内さん、40代の女性からです。40代の女性です。この週末はドキドキです。明日午後2時からは源一郎さんとひろみさんのオンライン講演、うん、今読む昼夜がありますね、はい、オンラインとは無縁な私でしたが、明日の公演を聴講したいがために先ほど宿泊しながら設定をしました。おっしゃってます。中原中学記念館の無料オンライン公演のことですね。これ無料ですね。でもなんかね、事前にね、あの申し込みが必要なんですって、うん、そうみたいな。さっき私もやろうかなと思ってやって、うん、途中まであのぜひ、私何も予習してないんです。ゲイチルスお願いします。予習いるの？なんかいるんじゃない？オンラインでお二人が対談されるのか。はいはいはい、それでまあ中原中也のだからさ、はい、とりあえず自分の好きな中也の詩の話でもしましょうよ。はい、ね、前にさ、何十年前に中也記念会でやった時は、うん、楽しかったな。なんか二人でねマイク持ってね次々に朗読したの、うん、ありましたね。あれ楽しかったですよね。うん、なんか途中でラップっぽくなりましたよね。なんかそういう記憶があるんです、ね。明日はどんな話になるんですか？あ、そうそう、明日ね、実はちょっとゲストがいましてですね、はいはい、実は、今月13日に中原中也賞選考会がありまして、はい、現代史の芥川賞と言われてますが、ここで小島ひよりさんっていう人の詩集の水際っていうのが選ばれたんですが、はい、ちなみに小島さんは伊藤さんの教え子だって。あら、そうなんですか？そうなんです。おめでとうございます。いや、私がありがとうございますって言ってで、僕だから僕知るんで、小島さん喜んでました？なんかうーあーうーえー、とか、ね、いや本当に素晴らしい詩集だったんですけど。どんな詩なんですか？ちょっとで読めて私でも本当にこれ読みたくないのよ。だってね、うん、人の詩を冒涜するような感じじゃないですか。いや、そんなことないと思う。でもちょっと聞きたいです。ちょっとだけ。チッとか言って。じゃあ一番短い詩なんですね。はい、一番短い詩。はい、ちょっと。長雨っていう詩がここにありまして、もし日和聞いてたらごめんなさいね。はい。立体交差の街道が柔らかく崩れて湿原になるほど降り続いた長雨のようやく途切れたところで、告げない息を対岸へ送り出す。横殴りに打ちつけられ、教わらなかった泳ぎ方で泥を跳ね上げる。血がたまり、重たい腹の下から込み上げるように侵される。歩道橋の上からこちらを見下ろしている動物の群れの中に私がいるような気がする。言葉は聞こえないが、立てた耳の裏側がひどく騒がしい。うがいをする。黒カビの生えた天井を睨む。吠えなくなった人たちは思い出そうとうなりを喉に詰まらせながら腹の底まで落ちる。一滴泥とこねられてできた乾いた唇で頭から語り始める。お、いいじゃないですか。でも本人ものすごくいいから、本人の朗読は、はい、そんなんじゃないですよ。どんな方がお書きになったんですか？そうそう、ちょっとそう、せっかくだからさ、伊藤さんも、ひよりちゃん含めていろいろ教えてたわけだよね。はい。教えて、気がついたこととか自分が変わったこととかってあります？なんかね、詩ってもう絶対書かないと思ってたんだ、私。そうなの？
もうなんかね、飽きちゃってね、あの形を描くことに。でも、やっててね、うん、練習って やるんですよ、うちのクラス。ああ、要するにみんなで作るんですね、一緒に。みんなで少しずつ作り合うやつね。うん、で、それやってたらね、うん、先生入れって言うから、うん、とかって言ってたら、うん、入れって言うのね、うん。で、しょうがないから入ったら、なんかちょっと楽しかったの。ああ、一緒に詩を作るのがね。うん、そう、うん、なんかこう、うん、そうね。そしてやっぱりやっててね、この若い人たちが今もやってるんですよ、実は。クラスまだ続けてるのね。そうするとね、本当に熱心に合評するんですよ。で、私が教えてるったって、私は別に教えてなくて、うん、合評して、お互いに合評し合ってるだけでね。うん、発表し合う。発表した詩を、語り合うわけで、評価し合うね。うん、ね、そうそう。クラスが、例えば、30人、40人いるでしょ、はい、と、4、5人ずつに分けて、その中で、お互いに話し合うんですよね。それが結構良くて、うん、どんどん切磋琢磨されてくるっていう感じなんだけど、うん、やっぱりね、詩を書くっていうのはね、自分の中の無意識をこう出してくる、うん、解剖するようなことだと思うんですよ。うん、そうどん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 こう深くなっていくの。で、うん、クラス全体がもうどん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 深くなってきて、はっと気がつくと、詩のことを夢中で語っている人たちがいっぱいいるのね、目の前に。ちょっと音を出しちゃうの、こっちが。今までほら、語った、全然人と語ってこなかったから、すごいなと思って。この前もね、実はここで、はい、番組で言ってたんですけど、小説、短歌の話をしたんだけどさ、うん、読むのも書くのも楽しいけど、実は語り合うのが一番楽しいんじゃないかっていうところもあるんだよね。その良さみたいなのが、うんうん、そのことについて話すことで、はい、それが経験になるでしょ、言葉のね。そうね、うん、だからそれってただし話すんじゃなくて、その間に誰かが作った作品があるっていうのがさ、うん、とてもいい感じなんだよね、うんうん、私嫌いだったのよ。あ、そうなの。私はもうほら自分で好きに書いてて、で、人に何か言われたら、うん、知っとこっちゃねえやみたいな感じで好きに書いてたんですよ、うん、でもね、間違ってたと思った。あ、そうなんだ。こうやってみんなが書いてるの見てて、うん、そして今この時代でしょ、うん、でそういうのが特に顕著になってきたのがこのアフターコロナですよね。コロナからよね。そうしたらね、そのコロナでなんか生き延びようとしてるなみたいに見えちゃうの。ああ、なるほどね。この時代生き延びるためのいや話がそういうものに聞こえちゃうんだよね。うん、生き延びるために詩を書き、うんうん、ということだよね。そうで、コロナがみたいなことは書いてないんですよ。あ、書いてないんだけど、うん、なんかみんなね、必死になって今ね生き延びようとしてるなって、そのために詩ってね素晴らしいなと思う。ああ、そう役に立つわけだよね。さっきの瀬戸内さんじゃないけどさ、うん、はい、寂聴先生が、はい、誰か見るとすぐ小説書きなさいって言うでしょ。すぐ言うでしょ、先生はね。気持ちわかるよね。うん、そうそう、詩を書きなさいって。でね、なんかね、うん、私にとって詩なんだろう、うん、私ね、うちの父が死んだ時とかね、うん、なんでお父さん捨てちゃったんだろうなみたいなことをね、ずっと考えてて夢を見たんですよ、うん、夢を何回も何回も見てね、心の中でこうトン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 ってこう収めていくような感じ、うん、で夢は口頭向けなんだけど、うん、無意識にずっと行ってコーヒーを引っ張ってくる、うん、で詩を書くってそういう作業のような気がする。なるほどね。なんか話はつきませんけど、そろそろ人生あれもやらなきゃいけないんで、ね、いいですか。そうですよね、はい、恒例の企画、源一郎さんからのタイトルコール、タイトルコールからいきますから、はい、いいですか。せーの、源一郎ひろみの人生相談室。あ、ちょっと良かった。なんかそれなりに前回より良くなっているような気がしますね。はい、では最初の石の上にも3年とね、はいはいはい、ご相談参ります。はい、じゃあお願いします。はい、奈良県のラジオネーム愚か者さんからです。はい、40代の男性、はい、僕は気が弱い人間でイエスマンです。うん、特に気が強い人が怖くて逃げてばかりです。うん、仕事も含めて何もかもから人生から逃げていてプータローです。うん、ただ唯一僕ができる能力は歩くことです。うん、毎日近所の山まで往復2時間歩いています。うん、僕はこれを今後も継続していく人生でいいんでしょうか。はい、ということで、いいんですよ。いいんです。あ、もう即答。じゃあちょっと、じゃあ伊藤さんから言います。
うん、これは絶対これでいいと思う、うん、近所の山まで往復2時間歩くことができるってことが素晴らしいことだと思うので、うん、とにかく足腰が立たなくなるまでこれでいいような気がする。でそのうちに今40代だから足腰が立たなくなったらあと30年歩けるでしょ、うん、30年になったらまた性格変わってるからまた違うことを考えると、うん、確かにね、僕も一緒なんですよね。いいんですよ、 あのね、ええ普通、はい、人生から逃げてる人じゃ逃げちゃダメだって言うんでね、普通はね、うん、で僕ね、まあ、この人どういう状況か分かんないんですよ。例えば、財産があるとしますわね。はい。したらずっと逃げればいいんじゃないですか？ずっと逃げればいいの？もうずっと、もうね。逃げられなくなるまで。そう、競馬で逃げ切りっていうのがあるんですけどね。最後まで逃げ切ったら勝ち。それはね、一つの人生ですよ。立ち向かえって言って、そんな言ってる人がお前立ち向かってるかってことだよね。でも、その、人生が終わる前に財産を使い尽くした場合はどうなりますか、うん、まあ、その時働いたらどうですか、その時は。あ、その時は。うん、だその時考えればいいんでね。で、今、うん、だって、なんか読んでると楽しそうだもん。歩くのがね。うん、すごく2時間歩くと、うん、だって2時間歩くとさ、1万3000歩ぐらい歩けんだよね。そう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 。そうそう、僕大体歩いてますから。はい、私も大体歩いてます、1万3000歩。1万3000歩だよね、2時間。そうそうそう。ウォーキング健康法我々やっておりますので、だから、はい、とりあえずね、健康は大事。足腰鍛えとけば、はい、いざという時に応用も効くし、もうね、頑張って逃げて、はい、逃げ切れなくなってから考えればいいんじゃないですか、その時に。うん、そうですね。で、そのうちに人は変わるから、はい、なんか変わっていくんですよ。うん、で同じプータローのイエスマンで逃げてばっかりの人でも、40代のその人と60代のその人と80代のその人だったら、うん、なんか意味が違うと思うの。だからそれも自分は、だんだん変わっていくんだなと思って。すごくない？ 60 年。何事も、ね。継続は力だよね。そうそう。本当にそう。で、何事も、絶対にずっと同じままってことはないから。うん、そうです。ということでございます。愚か者さん、いかがでしょうか。頑張って、歩いてください。では、次のご相談参ります。はい。福岡県のラジオネーム、ウーパーさん、40代の女性からです、うん。アドバイスおじさんに困っています。はい。私は相談は友達にするんですが、そこへおじさんがさも友達のように入り込み、うん、アドバイスを始めます、うん。おじさんが年上なので、私も友達もその方の話を傾聴します、うん。ただ、おじさんは私の悩みに具体的に答えるのではなく、頑張れという精神論に始まり、おじさんの苦労話と人生訓を話し、すっきりとされ去っていきます、うん。ただ私の悩みは解決していません。善意を盾にアドバイスで話しかけてくる人へどうやって対処すればよいか悩みます。これ先に話していい？でも私は話したかった。ではあげます。はい、どうぞ。はい、もうね、でも最高ですよこのおじさんは。おじさんが最高。はい、とにかくて何の役にも立ってないでしょおじさん、うん、はい、これですよ。この人は身をもって役に立たないっていうことを示しているわけですか。はい、この番組では常におじさんの存在を称揚して褒めております、ね。はい、そうですね。で、おじさんは役に立つことをやったらダメ。はい。もうね、無でもいい。無以下でもいい。なるほど。で、これ多分ね、おじさんは、この、ウーパーさんのためじゃなくて、自分のためですから、完全に。いや、いいんですよ。おじさんが悩んでるんだったら、そのアドバイスでいいと思いますけど、ウーパーさんはどうすればいいんですか？その関係ないもん。おじさんにとっては。おじさんにとっては関係ない。自分の悩みは自分で解決してください。あ、そうなんですか。うん、おじさんの精神のためにこれは、だから、おじさんの悩みに相談に乗ってるようなもんですからね。ああ。おじさん救ってあげてるんだから。あ、善行を施してる。なるほど。ウーパーさんはとても良いことをなさっています。多分家で誰も話してくれないと思うんだよね、おじさん。おじさんは。いえ、そんなのほっとけよとか思っちゃう、私。いいじゃないですか。そういうおじさんも。はい、じゃあ伊藤さんどうぞ。伊藤さんはウーパーさんにアドバイスをお願いします。逃げろって、逃げろ、おじさんからっていう感じ。そう、はい、いいと思うな。逃げろと。うん、いやいや、こういう人がね、はい、大切なんだよ、伊藤さん。なんかそういうのってうっとしいじゃない。あ、でもね、親戚一人、いやだから役に立たない人がいるっていうのはいいんだよね。役に立たないのはいいわね。いいよね。うん、それはいい。でもそれはさ、おじさん、でもこの場合さ、おじさんさ、年上でさ、うん、でさもこう言ってみんなが傾聴しなくちゃいけないみたいな、そこにヒエラルキーがあるじゃない。だから聞かなくてもいいんだよ別に。
聞いてるふりしてれば。いいかもそれ。じゃあね、うん、おじさんが話し始めたら、うん、いかにも聞いてないようなふりをして、うんうん、はぁ、あ、はぁはぁはぁみたいな感じをして、うんうん、おじさんに自分の無関心さを伝えるっていうの。伝わんないと思うけどね。あすごい、ね、おじさんの怖さを知らないんだよ、それは。え、おじさんって怖いんですか？怖い。いや、だから、そんなんで、人が聞いてるかどうかさえ気にしてないから。うん、あ、そうかそうか、鈍感なのね。鈍感なんですよ。だから、まあ、そういう人はね、そういうもんだなと思って、まあなんか、はい、建築物みたいなものだと思ってね、置いとけばよろしいのではないか。いや、私思えない。なんかさ、親父ってさ、うっとうしいなとか思っちゃう。すいません。ここでは意見が分かりました。意見が分かりました。はい、ウーパーさん、どちらのアドバイスを選択されますでしょうか。はい、続いて、京都府ラジオネーム、くだものさんからです。30代の女性です。はい、私は、昨年の2月末に第1子を出産した新米の母親です。うん、息子と一対一の毎日に行き詰まり、イライラして夫に当たったりしつつも、次第に日常に楽しみを見つける余裕ができ、ようやくというよりは、あっという間に1歳の誕生日を迎えることができそうです。育児の先輩のお二人から今後もいろいろなことを乗り越えていくための心構えのようなアドバイスを一言いただけると嬉しいです。じゃあ、伊藤さんどうぞ。あ、いや、あの本読めないね。そう。じゃあ私の、翻訳した詩を読みます。はい、読んでください。はい。今日、私はお皿は洗わなかった。ベッドはぐちゃぐちゃ。つけといたおむつはだんだん臭くなってきた。昨日こぼした食べかすが床の上から私を見ている。窓ガラスは汚れすぎてアートみたい。雨が降るまでこのままだと思う。人に見られたらなんて言われるか。ひどいね、とか。だらしないとか、今日一日何をしていたのとか。私は、この子が眠るまでおっぱいをやっていた。私は、この子が泣き止むまでずっと抱っこしていた。私は、この子とかくれんぼした。私は、この子のためにおもちゃを鳴らした。それはキューッと鳴った。私はブランコをゆすり歌を歌った。私はこの子にしていいことと悪いことを教えた。本当に、一体、一日何をしてたのかな。大したことはしなかったね。多分それは本当。でもこう考えればいいんじゃない。今日一日私は澄んだ目をした髪のふわふわなこの子のためにすごく大切なことをしていたんだって。そしてもしそっちの方が本当なら私はちゃんとやったわけだ。この詩を詩、ね、カフェオレ大輔さんに捧げます。いいですね。カフェオレ大輔さんじゃないや、ごめんなさい。果物さん、果物さん。なんでカフェオレなの、ね、はい、はい、この詩タイトルは何て言うんですか。今日です。今日、今日、トゥデイ。はい、まあ、僕もアドバイスあるんですけど、いや伊藤さんが言ったからいやでもね、はい、今大変ですけど、大変さは薄れてきます。で、可愛いと思えるようになったらもう勝ちですからね。あとは。あと、うん、そう、大丈夫です。可愛いと思うようになったらもう全部、反転してきます。あとちょっと、その、父親にもちょっと、やらせなさいよ。いろんなことを。本当だよね。あんたの子供なんだから。はい。ありがとうございます。ちょっと一言いい、はい、一言。はい。で、あとね、あとね、思春期の大変さっていうのは。この赤ん坊の時の日ではないので、はい、今は楽だっていうことを、はい、ね、なんだ、肝に銘じて。あ、もう時間がなくなってきました。ありがとうございます、はいはい、ありがとうございました。どうも、はい、ひろみちゃん、ありがとう。2校目の先生、伊藤ひろみさんでした。ありがとうございました。飛ぶ教室、そろそろ下校時間です。来週3月5日の先生は小説家の、はい、劇作家のゆうみりさんをお迎えします。はい、はい、いかがでしたでしょうか、今日の授業は。いやー、次女から物語から始まってですね、はい、なんか今日は女性の話をしてきたなっていう感じはしますが、そうですね、うん、でもね、やっぱり彼女たち の苦しみっていうのの深さに寄り添った小説はこれからもたくさんあるんで、取り上げていきたいと思います。ああ、そう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 、はい、それでさっき日和ちゃんの話をするって言いましたが、日和ちゃん